この度、熊本県行政書士会会長に就任いたします玉田支部の桜田直樹です。これから2年間皆様のご支援を賜りながらこの大役を全うできるよう精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。まずはじめにこの場をお借りして猪口由美子会長に一言御礼を申し上げさせていただきます。猪口会長、4期8年にわたり熊本県行政書士会会長として私たち会員の先頭に立ち行政書士会を牽引していただきありがとうございました。猪口会長在任中、熊本地震、令和2年7月豪雨、そして新型コロナウイルス感染症と熊本県は度重なる困難に直面しました。困難を抱えるたび、猪口会長は県民のために行政処置ができることを模索し、最前線で取り組んでおられました。また、次世代への継承を推進され、行政書士会の各事業について担当副会長、部長、そして各部員の積極的な活動を後押しし、会員の皆さんのため行政書士会として努めていくことの意識、責任感を高める組織運営を行っていただきました。私が今この場にいるのはそのような会長のお考えがあったからというふうに感じています。猪口会長が行政書士制度の発展のため努めてこられたそのご功労に心から敬意を表するとともに厚く御礼申し上げます。私は絆となり続ける行政書士の未来を皆様と共に作りたい、この理念を会長選挙を通して皆様にお伝えしてきました。これからの2年間この理念を形にすることを全身全霊で取り組んでまいります。皆様、行政書士の倫理綱領は最近お読みになられましたでしょうか。行政書士倫理綱領には次のように書かれています。行政書士は国民と行政の絆として国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。絆というものは決して目に見えるものではありません。しかしながら国家資格者である私たちはこの目に見えない絆となることを追求する責務があると私は考えています。それは行政書士法にある私たちの業務を行うこと、例えば観光所に提出する書類を作成することにより依頼者がこの社会でさらなる発展をサポートすることを行います。権利義務または事実証明書類を作成することにより依頼者の生活の向上、また次世代やこの社会に残したい思いやその人の考えを目に見える形にすること、これが私たちの仕事だと思っています。行政書士が行う業務は書類作成のみにとどまらず、国民と行政、そして国民同士が手を取り合い、より良い社会になるための一助となる、すなわち絆となることだと考えています。私たち国家資格者として常にこの気持ちを忘れず日々の業務を行わなければならないと私は考えています。さらに時代の流れ、社会の変化により行政書士倫理綱領の中にある絆の形は電子申請をはじめとするデジタル化を含め変化をしていきます。その変化の中で私たち行政書士自身もさらなる成長発展を遂げていかなければなりません。私は絆となり続ける行政書士の未来を皆様と共に作るために各支部と連携した広報活動、
基礎研修、業務研修の充実、そして研修受講環境の向上など、必要な事業を進めてまいります。これらの事業は、誰かが作る行政書士の未来ではなく、私たちが作る行政書士の未来を作るため、必要な事業であると考えています。広報活動や研修を受講していただくことを、全会員が積極的に取り組んでいただくことにより、行政書士が社会にとってこれからも必要不可欠な存在であり続けていく、それをアピールできる環境が構築されていきます。私は皆様に作っていただいたアピールできる環境を最大限活用し、皆様の業務がより良い環境となるよう働いてまいりますので、その先に私が先ほど2年で掲げた絆となり続ける行政書士の未来があると信じています。私が今お話をした事業を実施するためには、組織の再編や規則等の改正も必要となります。そして何より、熊本県行政書士会全会員の皆様のご協力が必要不可欠です。これから2年間、先輩方が今まで築き上げてこられた熊本県行政書士会の先頭に立ち、行政書士会が歩んできた歴史に私なりの新たな色を加えていければと考えています。会員の皆様のため、行政書士会のため、皆様のご支援とご協力を賜りながら、この責務を全うしてまいります。最後になりますが、熊本県行政書士会、会員の皆様のご健勝と、ますますの業務のご発展を記念し、就任の挨拶とさせていただきます。皆様、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。